かいな。飲んでってくださいよ。そうに説教垂れてんじゃねえぞ。こら、相変わらず容赦ねえな。さあ行くか。出入りしてるか。当たり外れも含めて何でも知っとかねえとな。金ケチって溜め込むのもいいけど、こういうご時世だ。金は使いようで売買にもなる。でその手の情報をつかむには街で遊んでアンテナ張らねえとな。この街でしのぐってのはそういうことさ。可愛い女子大生がよりどりみどりと言われついていったらバーバーばっかり。5000円ポッキーのはずがぼったくられる。そういうのも全部勉強だと思えばいい。つうかそう思わねえとやってられねえだろう。なんだ今のは物の例えであって、別に俺が実際に体験したってわけじゃ。まあとにかく今日は俺のおごりだ。おめえもたまには楽しめ。いいな。何すんだよ。ちょっと待てよ。何すんだよ。おい桐生、
さあ行くか。行くぞ。